2022年1月16日から1月22日。今週発売予定の気になる PC ゲーム。最初は、Nobody Saves the World。プラットフォーム、Steam、発売日、1月18日、定価、未定、ジャンル、アクション RPG、日本語未対応。無個性の主人公が、魔法の杖の変身の力で、世界を救う、冒険をする、見下ろし視点の、アクション RPG。15種類以上のキャラの、能力を駆使して、進化するダンジョンに挑み、世界を救え。日本語タイトル、覆面闘士、マスクドウォーリアーズシリーズの、開発陣による、新作。最大2人までの、オンライン協力にも、対応しているので、フレンドを誘って、楽しみましょう。2作品目アリーナオブジアリーナ。プラットフォーム Steam 発売日1月19日早期アクセス開始定価未定ジャンルストラテジー日本語未対応。闘技場を舞台に生き残りをかけた戦いに挑むローグライトなデッキ構築型の戦術ストラテジー。最適な両手の装備とカードデッキを考え位置取りも気にしつつ優位に戦え。スレイザスパイアとインプーザブリーチの要素を融合させたような作品とのこと。早期アクセスは長くても6ヶ月の予定でバランス調整とボス3体が追加予定。3作品目ボッチャークロノクルズ。プラットフォーム Steam 発売日1月19日定価未定ジャンルアクション RPG 日本語対応。脅威にさらされた煉獄を舞台にさまよえる魂が過酷な戦いに挑む 2D 横スクロールアクション RPG。 100種類以上の戦利品で主人公を強化し20体以上の強力なボスに立ち向かえ。トレーラーを見ると、大量の敵を豪快に倒していく、爽快なアクションのようですが、開発元は、ソウルライクを歌っており、回避やブロックが、重要な、高難易度作品のようです。4作品目レインボーシックスエクストラクション。プラットフォーム UBI ソフトコネクトエピックゲームズストア発売日1月19日定価6600円。ジャンル協力型 FPS 日本語対応。レインボー部隊が史上最大の脅威に立ち向かう戦略的協力型 FPS。 18人のオペレーターから3人1チームのスクワットを組み変異し続ける危険な生命体による侵略に立ち向かう。トム・クランシー氏の小説、レインボーシックスを原作とし、1998年より続く、シリーズの新作。バディパス機能により、未所有のフレンドと、最大14日間の、協力プレイが可能。
5作品目。ブラックウィンドウ。プラットフォーム、スチーム、発売日、1月20日、定価、未定、ジャンル、アクション、日本語対応。エイリアンの侵略を受ける惑星を舞台に軍用メックバトルフレームで戦う見下ろし視点のアクション。バトルフレームを駆使して行方不明の父の捜索と惑星侵略の阻止に挑むメックアクションですが、動きにメック特有の重量感はなく、かなり軽快なアクションでド派手なエフェクトやフィニッシュムーブでスタイリッシュな作品となっています。6作品目。RB ゴルフレジェンズ。プラットフォーム、スチーム、発売日、1月20日、定価、未定、ジャンル、アクション RPG、日本語対応。ゴルフが廃れた世界で、少女とゴルフクラブの精霊の出会いから始まる冒険を描くアクションゴルフ RPG。様々な環境のホールでゴルフをしつつ、モンスターと戦い、世界を救え。2017年にスマホ向けに配信された RP ゴルフの開発元の新作。今作は最初から PC、コンソール機を前提に開発されているため、ボリュームもシステム面も大幅にパワーアップ。7作品目。ウィンドジャマーズ2。プラットフォーム、スチーム、発売日、1月20日、定価、未定、ジャンル、対戦型スポーツ、日本語対応。コート内で、フライングディスクを投げ合う、対戦型スポーツ。スラップショット、ドロップショット、ジャンプ、EX ムーブを駆使して、フライングディスクを、ゴールに叩き込め。1994年にデータイーストがネオジオ向けに発売したフライングパワーディスクの権利譲渡を受けた開発元による正式な続編。オリジナルの良さを残しつつ進化している。8作品目。エクスペディションズ・ローマー。プラットフォーム、スチーム、発売日、1月21日、定価、5850円、ジャンル、ストラテジー RPG、日本語対応。古代ローマを舞台とする、男性の、ストラテジー RPG。謎の性的に、父親を殺されて、ローマから逃げ、身を潜めている主人公が、ローマの運命を変える、軍団長へと成長していく、物語。様々な時代をテーマにした人気のストラテジー RPG エクスペディションズシリーズの新作。今作はシリーズで初めて日本語対応となっており、重厚な物語が日本語で楽しめます。
旧作品名。2DR、オーバードーズ。プラットフォーム、スチーム、発売日、1月21日、定価、未定、ジャンル、アドベンチャー、日本語対応。インターネットが大好きで、承認欲求にとらわれたヒロインを、立派な配信者に育てる、アドベンチャー。毎日の行動に、口を出して、メンタルケアも行い、最高の配信者に、育てよう。メンヘラな彼女を、人気配信者に育てるという、いろいろな闇が垣間見えそうな、作品ですね。マルチエンディングとのことで、どんな終わりがあるのか、気になります。最後は、パピララチル。プラットフォーム、スチーム、発売日、1月21日、定価、未定、ジャンル、アクション、日本語対応。犬だらけの島を舞台に、カメラ片手に散策して、犬を撮影していく、一人称視点の、写真家アクション。フリーのパピラッチとして、リクエストに応じた、写真を撮影し、SNS にアップする。たくさんの種類のワンちゃんが過ごしており、犬好きにはたまらないですね。ただ、自由すぎて、スケボーをしたり、自転車を乗り回しているワンちゃんもいるようです。今回紹介したゲームはいかがだったでしょうか？ご意見、ご感想をいただけると励みになります。また、気に入っていただけましたら、登録をお願いします。それでは、